さんよろしくお願いします、はい、幹事の朝日新聞からまず3つお願いします、最初に本日の金融政策決定会合の内容についてご説明をお願いいたします。本日の決定会合では、長短金利操作、いわゆるイールドカーブコントロールの下で、これまでの金融市場調節方針を維持することを賛成多数で決定しました。すなわち、短期金利について、日本銀行当座預金のうち、政策金利残高にマイナス 0.1% のマイナス金利を適用するとともに、長期金利について、10年もの国債金利が 0% 程度で推移するよう、長期国債の買い入れを行います。買い入れ額についてはおおむね現状程度の買い入れペース、すなわち保有残高の増加額年間約80兆円をめどとしつつ、金利操作方針を実現するよう運営することとします。また長期国債以外の資産買い入れに関しては、これまでの買い入れ方針を継続することを全員一致で決定しました。我が国の景気の現状については、所得から支出への前向きの循環メカニズムが働く下で、緩やかに拡大していると判断しました。やや詳しく申し上げますと、海外経済は総じてみれば緩やかな成長が続いています。そうした下で、輸出は増加基調にあります。国内需要の面では、設備投資は企業収益が改善する中で、緩やかな増加基調にあります。個人消費は雇用所得環境の着実な改善を背景に底堅さを増しています。この間公共投資は増加しており、住宅投資は横ばい圏内の動きとなっています。以上の内外需要の増加を反映して、鉱工業生産は増加基調にあり、労働需給は着実な引き締まりを続けています。また金融環境については極めて緩和した状態にあります。先行きについては、我が国経済は緩やかな拡大を続けると見られます。国内需要は極めて緩和的な金融環境や、政府の大型経済対策による財政支出などを背景に、企業・家計の両部門において、所得から支出への前向きの循環メカニズムが持続する下で、増加基調をたどると考えられます。輸出も海外経済の増加を背景として、基調として緩やかな増加を続けると見られます。物価面では、生鮮食品を除く消費者物価の前年比は 0% 台半ばとなっています。予想物価上昇率は弱含みの局面が続いています。先行きについては、消費者物価の前年比はマクロ的な需給ギャップの改善や中長期的な予想物価上昇率の高まりなどを背景に、プラス幅の拡大基調を続け、 2% に向けて上昇率を高めていくと考えられます。リスク要因としては、米国の経済政策運営や、それが国際金融市場に及ぼす影響、新興国経済資源国経済の動向、米国の EU 離脱交渉の展開やその影響、金融セクターを含む欧州債務問題の展開、地政学的リスクなどが挙げられます。日本銀行は 2% の物価安定の目標の実現を目指し、これを安定的に持続するために必要な時点まで、長短金利操作付き量的質的金融緩和を継続します。また、生鮮食品を除く消費者物価指数の前年比上昇率の実績値が安定的に 2% を超えるまで、マネタリーベースの拡大方針を継続します。今後とも経済・物価・金融情勢を踏まえ、物価安定の目標に向けたモメンタムを維持するため、必要な政策の調整を行います。以上です。2問目お願いします、いわゆるイールドカーブコントロールの導入から1年が経ちました、この間の総裁の評価と、あと見えてきた課題を教えてください、ご指摘のように、この長短金利操作付き量的質的金融緩和の導入が行われて、1年経つわけですが、それ以降、長期金利は操作目標である10年もの金利が 0% 程度で安定的に推移し、こうした下で貸出金利や社債金利も極めて低い水準となっております。金融機関の貸出対応は引き続き積極的でありまして、貸出残高も拡大を続けております。長短金利操作付き量的
的金融緩和の下で金融環境は極めて緩和的な状態が続いている、あるいは実現していると言えると思います。この間我が国の景気は企業家計両部門において所得から支出への前向きの循環メカニズムが働き緩やかに拡大しております。企業収益は過去最高水準で推移し、設備投資は緩やかな増加基調にあります。失業率が 3% を下回る水準まで低下し、賃金が緩やかに上昇する中、個人消費も底堅さを増しております。一方、生鮮食品とエネルギーを除く消費者物価の前年比がなお 0% 程度で推移し、中長期的な予想物価上昇率も弱含みの局面が続いております。このように物価は依然弱めの動きとなっておりまして、 2% の物価安定目標の実現までにはなお距離があります。日本銀行としてはこれをできるだけ早期に実現するため、今後とも強力な金融緩和を粘り強く進めていく方針であります。では3つ目お願いします。本日の決定会合では片岡委員が反対票を投じました。公表文によりますと、現在のイールドカーブの下での金融緩和効果は2019年度頃に 2% の物価上昇率を達成するには不十分であるとのことですが、委員の反対票の趣旨並びに他の委員の反応について、もう少し詳しく、後日主な意見は熟読いたしますのでぜひお願いいたします。本日の金融政策決定会合において片岡委員は、現在のイールドカーブの下での金融緩和効果は2019年度頃に 2% の物価上昇率を達成するには不十分であるという理由から、これまでの金融市場調節方針を維持することについて反対いたしました。また物価の前年比について来年以降 2% に向けて上昇率を高めていく可能性は現時点では低いとして、先行きの物価見通しに関する公表の記述に反対されました。こうした意見も含めまして、9人の政策委員による活発な議論の結果、これまでの金融市場調節方針を維持することが反対1の賛成多数で決定されました。また片岡委員の反対理由、先ほど申し上げたような反対理由を脚注に記載することとした上で、本日の公表文を全員一致で決定いたしました。ご承知のとおり、これ以上の議論の内容は主な意見、議事要旨および議事録において開示することとなっておりますので、この場で具体的にコメントすることは差し控えたいと思います。では各社さんお願いします。はい、すみません、時事通信の高橋と申します。2問お願いいたします。幹事の質問とほぼ同じなんですけれども、イールドカーブコントロールからの1年の中で国際市場の機能低下といった副作用が指摘する声も多いんですけれども、そういった課題についてのご所見を改めてお伺いしたいのが1点目で、2点目についてなんですけれども、片岡委員 の、 ご意見というのは、おそらくより強固な緩和策の必要性を指摘されたということだと思うんですけれども、足元の物価の弱さと、19年度という、達成時期、目標の達成時期を考えると、正しい反対のようにも見えます。緩和強化の是非も含めて、2% 目標への道筋を改めてご説明いただけますでしょうか。まず国際市場の機能という問題につきましては、もとよりですね、私どもも常に関心を持って見ておりましてですね、さまざまな指標を見ますとですね、このところむしろ国際市場の流動性は高まっておりましてですね、特に流動性が低下したりですね、板の状況が薄くなったりというようなことになっておりません。ですから客観的な指標で見ますと、むしろ国際市場の機能はこのところその改善しているようにも見えるんですけれども、他方で国際市場関係者のアンケート調査によるとですね、機能が低下した状態が続いているというような意見が寄せられているようでありまして、
若干その客観的な指標とですね、市場の関係者の考え方とに、まあ、ずれがあるように思うんですけども、いずれにいたしましてもですね、引き続きさまざまなチャンネルを通じてですね、国際市場の機能の状況についてはですね、十分注視しですね、注意してまいりたいと思っておりますけど、今の時点で何か問題が生じているというふうには思われません。それから加藤川委員の意見につきましては、先ほど申し上げた公表文に示されておりますような意見を言われて、反対票を投じられたわけでありますが、それ以上にですね、詳しくですね、どういった趣旨でとかですね、他の委員の方の反応はどうだったかとか、そういったことはやはり主な意見、それから、特に議事要旨ですね、それから最終的には議事録という形で公表するルールになっておりますのでですね、それ以上詳しくは申し上げませんが、金融緩和自体についてですね、この公表文でございますように、引き続きですね、粘り強く、緩和を続けていって 2% の達成を図るということでありますし、また公表文にもありますとおり、今後ともですね、経済、物価、金融情勢を踏まえ、物価安定の目標に向けたモメンタムを維持するため、必要な政策の調整を行いますということですので、必要があればさらなる緩和も行いますということを示しているということであります。はい、共同通信の辻村です。ありがとうございます。2点お願いします。1点はですね、アメリカのフェドは、FRB が、両的金融緩和で膨らんだ保有資産をですね、縮小するということを決めました。で、これに対してのご所見と、あとその日本経済、もしくはその日銀のですね、金融政策に対する影響、例えばその長期金利がですね、世界的に上がって、で、国内でどうなるかといった影響等々、教えていただければと思います。で、もう1点がですね、それに付随して、毎回聞いてるんですけども、ETF の買い入れについてです。うん、毎回その総裁そのリスクプレミアムの働きかけ下げるというふうにおっしゃってますけども、かなりその株価もですね、足元見るとかなり上がってきていると。で、株価を見ながらやっているわけではないというふうに毎回おっしゃっているので、それは理解した上で、現状とですね、今後の考え方よろしければ教えてください。以上です。はい、まずFRB の政策運営につきましてはですね、具体的にコメントをするのは差し控えたいと思いますけれども、その上で申し上げますとですね、ご承知のとおり、昨日の FOMC で FRB はバランスシート正常化プログラムを10月から開始するということを示しております。従来からそうですし、今後ともそうだと思いますけれども、 FRB は米国の経済物価動向、あるいは世界経済金融情勢を見極めながら適切な金融政策運営を行ってこられましたし、今後とも行っていかれるものというふうに考えております。なお、その上で、そうした場合の我が国の金利とか、為替とか株とかそういうものに対してどういう影響があるかということでしょうが、金利につきましては、これは我が国は現在、イールドカーブコントロールというのをしておりますので、そのイールドカーブコントロールについてですね、何かその外国の金利が上がったから上げなければならないとかですね、そういったものはなくて、あくまでも我が国の経済、物価、金融動向に応じて適切なイールドカーブを形成すべくですね、行っているということでありますので、何かこのダイレクトにですね、当方の金利に影響が出てくると、あるいはそれを米国の金利が上がったから日本の金利も上がらなければならないということにはならないということだと思います。
まあ、為替や株への影響等につきましては特にコメントは差し控えたいと思います。それから ETF につきましてはですね、従来から申し上げてます通り、株価云々ではなくてあくまでもリスクプレミアムに働きかけて、資本市場がですねより活発にですね、機能して、経済の持続的成長その下での物価安定目標の達成に資するようですね、全体の、まあ、金融緩和政策の一環として、まあ、行っているものでありますので、株価が上がったから下がったからということで何かこの ETF についての政策を変えるということにはならないわけであります。その点はぜひご理解をいただきたいと思います。はい、テレビ朝日の松本といいます。2点お願いいたします。まず物価目標の 2% についてなんですけれども、これまでも大きく3つの理由から日銀が 2% を掲げているということは重々認識していますが、7月に審議員退任された木内さんは最近の報道各社のインタビューで、現在の日銀は 2% 達成の物価市場主義に陥っていると批判されています。当然ながら異次元の緩和を長く続けることは副作用もその分膨らんでいくわけなので、何が何でも 2% にこだわるのではなく金融緩和の軌道修正を図る道もあると思いますが、いかがでしょうか。もう1点、はい、またそうした軌道修正を求める声もある中で、今回の片岡氏のようにまだ緩和効果が不十分だと逆に背中を押すような意見が出てきたことに不安も感じるのですが、このブレーキ不在の日銀という状況を総裁はどうお考えでしょうか。私は前段のご質問についてはですね、全く意見を異にしておりまして、 2% の物価安定の目標というのはこれは2013年の1月の、政策委員会で決定しですね、それが政府と日本銀行の共同声明にも盛り込まれているわけでありまして、2% の物価安定の目標をできるだけ早期に実現するということは日銀法に定められております、まあ、物価の安定という日本銀行の重要な目標の実現形態でありますので、2% の目標を変えるとか放棄するというようなことは適切でないというふうに思っております。それから今回の片岡委員の意見につきましては先ほどご紹介したとおりでありまして、いずれにいたしましてもですね、9名の政策委員の方々がですね、さまざまな意見を述べられて活発な議論が行われるということは大変結構なことでありですね、これまでもそうでしたし今後ともですね、そういった議論を踏まえて、多数決によって、金融市場方針を調査方針を決定するということでありますので、何かそのご指摘のような不安とかそういったものは全く感じておりません。テレビ東京の大江と申します。よろしくお願いします。現状での金融緩和効果は不十分という声が片岡審議員からも上がったということなんですけれども、 2% の目標を達成するために現状の金融緩和策で本当に十分なんでしょうか。そういったことも踏まえまして、その物価上昇を取り巻く環境について倉田総裁がこう現状をどう認識していらっしゃるのかというのを教えてください。それからもう一点、政府は財政健全化目標を先送りしましたけれども、これが日本経済に与える影響をどう考えていらっしゃるでしょうか。お願いします。まず第一の点につきましてはですね、私自身あるいはその今回の政策委員会でも8人の委員の方が現在の金融市場調節法人の維持をに賛成されたわけですけれども、
2% の物価安定の目標を達成するのに十分であるというふうに考えております。ただそこの中でも先ほども申し上げたようにですね、2% の物価安定の目標を達成するという観点からですね、今後とも経済物価金融情勢を踏まえて、物価安定の目標に向けたモメンタムを維持するために必要があればですね、必要な政策の調整を行うということでございます。それから政府の財政の見通しにつきましてはですね、まだ現時点で私政府の健全化目標についてうんぬんということを存じておりませんので、何か具体的なことを申し上げるのは差し控えたいと思いますけれども、いずれにいたしましてもですね、財政健全化目標を含めた具体的な財政運営につきましては政府国会の責任において行われるものというふうに認識をいたしております。日本銀行の金融政策は経済物価金融情勢すべてをですね勘案して 2% の物価安定の目標に向けたモメンタムが維持されて 2% が達成されるように運営していくという点には全く変わりはありません。はい、日経新聞の高見と申します。先ほどの質問に関連してなんですけれども、そのまだ財政関係の目標の先送りの話について確認をされていらっしゃらないということなんですが、もしその財政規律が緩むような動きがあるとした場合にですね、それは金利を抑え込んでいるその日銀のその大規模な緩和の副作用なのではないかという意見もあるかと思いますが、それについてどう思われるかということが一点と、もう一つは片岡さんのことなんですけれども、その政権が決めた人事でですね、初回の会合から反対が起きるということは、その政権のと日銀との間の中でその金融緩和の手法だったり、あるいはその程度についてその認識に望ましい水準に相応があるのではないかという気がするんですが、それについてはいかがでしょうか。前段のですね、財政規律の問題というのはこれは非常に重要だと思っております。従いましてですね、財政規律が守られるということは財政にとっても重要だと思いますけれども、金融状況、金融情勢、あるいはその下で行われる金融政策につきましてもですね、当然影響が出うるわけですので、十分関心を持って見ているということは確かであります。それから片岡委員のが今回反対投票されたということについて、そもそもですね、委員方は国会の同意を得て内閣で任命されですね、でその上で日本銀行法にも書いてありますけども、各9名の政策委員のメンバー、委員会のメンバーはですね、それぞれ独立の立場でですね、議論をし金融政策の決定に参画することになっておりますので、何か異常なことが起こっているというふうには全く思いません。それぞれの委員の方がそれぞれの考え方にのっとってですね、独立の立場でいろんな意見を述べられですね、そして活発な議論を経て多数決で金融政策を決定するというまさに法律の趣旨に沿ってこれまでも運用されてきましたし、今後とも運用されていくということだと思います。どういったの意図です。ちょっとまた片岡委員の件でちょっと恐縮なんですけども委員はですね、現行政策が2019年度頃に物価 2% を達成するには不十分ということで反対されたわけですが、こうした19年度というですね、見通し時期にですね、2% 達成を目指すという、次元をこう区切った考え方について総裁はどのようにお考えなのか、ということ
を教えてください。でこれが1点目です。で2点目なんですが、本日の東京市場なんですが、FOMC による、米利害観測の高まりを背景に円安株高が進行しました。これは日本経済、また 2% 目標を目指す日銀にとってプラスであるとは思うんですが、こうした背景として、やっぱりイールドカーブコントロールで長期金利を 0% レートに誘導しているこの背景にあるのではないかと思うのですが、総裁はこうした効果について、YCC がそれをそもそも内包しているものなのかどうか、これについてご所見をお願いします。まずですね、2019年度頃に 2% 程度に達する可能性が高いというのは、前回の展望レポートで、示されたところでありまして、これは政策委員会の多数の方の指示によってそういう文言になってますし、後ろに添付されておりますグラフをご覧になると分かりますようにですね、中央値はまさに2019年度頃にですね 2% 程度に達するという姿になっています。でただもちろん下方リスクの点も示されているところであります。いずれにいたしましてもですね、できるだけ早期に 2% の物価安定目標を達成するということでありますので、いつになったらそうなるかわからないということでは済まないと思っておりますけれども、この2019年度頃というのは、これは従来から申し上げていますとおり、展望レポートで 年4回示しております予想でありまして、それはその時点の内外経済金融情勢を踏まえですね、その時点で採用している金融政策によって、そうした頃に 2% に達するという予測をしているというものであります。後半のところはですね、イールドカーブコントロールに内在しているメカニズムとして一番重要なのはですね、実際の物価が上がっていくと、昨年9月 の総括的検証で示された通り、日本の場合はバックワードルッキングというかですね、フォワードルッキングでない要素が強いので、実際の物価上昇率に引きずられて予想物価上昇率が変動するという傾向がありますので、実際の物価上昇率が今後上がっていく過程で予想物価上昇率も上がっていくと。でそうしますと、イールドカーブコントロールで、現状のように例えば10年債の金利を 0% で程度に操作目標を置いてますとですね、実質金利はさらに低下していくわけですね。今でもマイナスになっているわけですけども、実質金利がそのさらに低下していくということで、金融緩和の効果が強化されていくメカニズムが内蔵されているというふうには考えておりますが、為替や株の動きはですね、特に外国からの影響による為替や株の影響につきましてはですね、さまざまな要素で、動きますので、何かそれを前提にして、このイールドカーブコントロールをしているということではございません。読売新聞の内田です。質問2問あります。1つ目は総括的検証から1年経つんですけれども、もちろん物価上昇率の達成は、まだ遠いというふうに先ほどおっしゃってましたけれども、この1年政策を変更されてから1年を振り返って、総裁ご自身が最大の誤算と受け止められた点、例えば賃上げがもう少し上がるはずだったとか、ちょっとその誤算という言い方がいいのかどうか分かりませんが、どのあたり一番振り返って思われているでしょうか。2つ目は北朝鮮情勢について、総裁日本経済および世界経済に与える影響の見通しについてご認識をお聞かせください。以上です。昨年の9月に導入いたしましたイールドカーブコントロールというか、長短
金利操作付き量的質的金融緩和につきましてはですね、金融市場に与える影響についてはまさに想定したようなことでですね、極めて適切なイールドカーブが形成されてきたと、外国の金利のまあかなり大きな変動にもかかわらずですね、我が国のイールドカーブが非常に安定して経済にプラスになる形で維持されてきたという意味では想定通りのことになっていると思います。またその実体経済に対する影響もですね、ご案内のとおりこのところ実体経済の回復というか成長は極めて順調でありましてですね、6四半期連続のプラス成長でありですね、内外需のバランスの取れた形で成長が続いていると、そうしたもとで企業収益も最高水準になり、失業率も極めて低い水準に達しているということで、実体経済もまさに私どもが考えていた通りというか考えていた以上に改善していると思いますが、問題はその賃金物価の特に物価でありましてですね、物価の上昇率が依然として生鮮食品を除いたベースでプラス 0.5% 程度ということですので、 2% の目標にはまだまだ遠いという状況にあるということでありまして、この点につきましてはですね、諸外国もですね、経済が順調に成長し、雇用状況が改善している割に賃金がそれほど上がってないというような状況はよく似てますけれども、それに加えて我が国の場合は名目賃金の上昇をですね、価格に転嫁するのに慎重でですね、むしろ省力化投資でですね、あるいは夜間営業をやめる等々でですね、ビジネスモデルを変えて賃金の上昇が価格の上昇に転嫁されるのを控えるような行動が行われている面もありますので、やや物価が想定したよりもですね、上昇が遅れがちであるということは事実だと思います。ただ今申し上げたその省力化であるとか、あるいはビジネスモデルの見直し等々はですね、一面でこの生産性を上げることになりますので、潜在成長率を引き上げる、あるいは成長期待を引き上げていくというプラスの面もあるわけですね。ただ足元で賃金の上昇を価格の上昇に転嫁するという行為が遅れがちになるという面はあるとは思っています。ただこれはいつまでもそれを続けているわけもいきませんので、現在のような潜在成長率を上回る成長が続いていく中で、需給ギャップも改善しますし、雇用状況もさらに需給がタイトになっていくという中で、賃金物価が 2% に向けて上昇していくというふうに見ておりますけれども、昨年、導入した時の予想というか期待に比べると物価の上昇か賃金物価の上昇がやや遅れているということは事実だと思います。北朝鮮はですね、ご承知のように北朝鮮の情勢はこのところこう、かなり急速にいろんな変化をしているわけですが、
金融市場に与える影響についてはですね、これまでのところ投資家によるリスク回避の動きが限定的であってですね、株式市場や為替市場を含めて金融市場は総じて、落ち着いているように見えます。それから日本経済についてもですね、現時点では貿易面や企業や家計のマインドに目立った変化はなくて大きな影響は見られないというのが現状だと思います。ただ日本銀行としてはですね、リスク要因の一つとして地政学的リスクを意識しておりまして、北朝鮮情勢が金融市場や日本経済に与える影響についてもこれまでも注意深く点検してきております。日本銀行としては引き続きこうした点検を続けるとともにですね、必要な際には適時適切な対応を行っていく方針でございます。あ、すみません、あ、こちらは先ほどの前に、あ、ちょっと待ってください。NHK の安藤です。2点お伺いします。1点、先ほど財政規律重要だというお話に関連してなんですけれども、マーケットに財政規律が緩んだと受け止められてしまった場合に金融市場にどんな影響が起こり得るか、そしてそれが今の日銀の金融政策に対してですね、どんな影響余波を起こす可能性があると見ておられますでしょうか。それと2点目がですね、アメリカ FOMC だけでなくヨーロッパも今金融出口に向かおうとしておりますけれども、こういう世界主要な経済圏の中で日本だけ方向性が違ってくるってこと、そのこと自体にですね、日銀の政策に何かやりにくさなり何らかの影響というのが出てくるものでしょうか。以上お聞かせください。前段の点はですね、先ほど申し上げた通り、財政規律というのは財政自身にとって最も重要な点でありましてですね、財政の持続性を確保するということによって、社会保障にしてもですね、その他の公共サービスの提供ということが安定的に行われるために必要なわけですので、当然のことだと思いますが、他方で財政規律が国債に対する信任とかですね、そういうものに今影響しうるわけでして、関連的に言いますと、そういうものに国債のリスクに影響してくると、そういった面から金利が上昇する恐れがあるということだと思いますが、これは何ていうんですか、数量的にこういうふうになるということがすぐ予見できるわけではありませんので。前者の点、つまり財政自体の問題については非常にはっきりしていると思うんですが、金融市場に対する影響についてはさまざまな要因がありますので、関連的には今申し上げたようなことだと思いますけれども、具体的にですね、こういうふうになったらこういうふうに国債の金利が上がるとかですね、そういうことを具体的に申し上げるのは難しいと思います。後者の点はですね、これは別に、よくあるといったら失礼なんですけれども、各国の金融政策というのは各国の経済物価動向に応じて決まっているわけでして、ご承知のように欧米の経済物価の動向を見ますと、経済が回復し成長しているという点では日本米国欧州と、ある意味よく似てるんですけども、物価上昇率についてはですね、一つは欧米と違って日本の場合、その予想物価上昇率が物価安定目標の周りに安価されてないということもありましてですね、石油価格の下落等から実際の物価が下がったときに予想物価上昇率自体も下がってしまってですね、でまだ弱めの動きが続いているというようなことがありまして、そういうこともあって米欧と違って、先ほど申し上げた通り、生鮮食品を除くところで見まして、0.5% ぐらい、生鮮食品とエネルギーを除きますと 0% に近いところにあります。それに対して、欧米の場合はですね、物価上昇率は1% 台半ばぐらいのところで動いているわけでありましてですね、
当然のことながら物価目標という点では日米欧とも 2% というのが目標になっているわけですが、米欧の場合は 2% 目標にかなり近いところにいますし、また予想物価上昇率が物価安定目標の周りによくアンカーされているというところがありますので、特に米国はその点が非常に顕著ですので、正常化を始められたんだと思いますけれども、我が国の場合はまだ物価上昇率は目標からはまだ遠いところにありますので、金融政策、金融緩和の状況が異なってくるのは非常に自然なことであって、なんだおかしいことでもないし問題を含むということもないと思います。はい、どうぞ。毎日新聞の酒井です。財政規律についてもう一度お伺いいたします。総裁は財政規律が非常に重要であるということをご指摘されているんですけども、じゃあ具体的にどういう状況が、財政規律がちゃんと維持されているのかという具体的な行動とか目標が重要だと思うんですが、現在政府は2020年度のプライマリーバランス黒字化の目標を掲げています。この目標、現状でもなかなか達成が困難視もされているんですけども、総裁としてはやはりこの目標がきちんと守られるということが財政規律が維持されているという、一つの調査として必要だとお考えになりますでしょうか。それがまず1点目です。もう1点はそれに関連してですが、19年に消費税の増税が予定されています。この消費税も増税を見送ったり、あるいはその増税分を全額支出の拡大に回すようなことになれば、これもまた財政健全化がさらに遠のくことにつながります。こういった観点からも、その消費増税について、きちんと規定通り、一定程度の国債の減額に充てるといったことが必要と考えでしょうか。総裁の株価ほどには経済状況変わってない気がするけど、財政規律の問題につきましては先ほど申し上げた通りでありまして、非常に重要であると、財政にとって、極めて重要であるというふうに思っております。政府日本銀行の共同声明でもですね、財政の持続可能性を高めるということが示されているわけでありまして、財政規律を保つということは当然のことだと思います。その上で具体的にですね、プライマリーバランスの黒字化の目標であるとか、あるいは債務 GDP 比率の数字であるとかですね、具体的なその財政再建目標というか、持続性を高めるためのに達成すべき目標というのは、これは政府がですね、その時点で適切なものを決めていくということに尽きると思いますので、私から具体的に何か申し上げるというのは避けたいと思います。消費税の話につきましてもですね、先ほど申し上げたように、財政政策、増税政策につきましては政府国会が決めることであるということでありますので、私から何か具体的なことを申し上げるのは差し控えたいと思います。はい、CNBC の直井と申します。2つございます。先ほど米欧に比べてもなかなか日本の予想物価上昇率が上がらないというお話されてますけれども、その背景として日本が特にこの物価が上がりにくい背景について総裁を考えのところがあれば教えてください。それは例えば長く支持についてデフレマインドということなのか、あるいは先ほど省力化投資のお話もされてましたけれども、労働市場、日本にとっての労働市場の問題なのか、米欧との日本との違いですね。で、2点目、前半の方の質問で、国際市場の流動性、むしろ活発化、活性化していると、その市場関係者、市場関係者のアンケートとはちょっとギャップがあるようだというふうにおっしゃってました。具体的にどんな指標観点からその活性化ということが見て取れるのか、2点お願いします。はい、前段につきましてはですね、さまざまな議論が行われているところでありますが、ご指摘のようにですね、非常に大きなバックグラウンドとしてですね、
1998年から2013年頃までですね、15年にわたって続いたデフレによってですね、まあ、デフレマインドと言われるものがですね、企業や家計にかなり強く存在していると、つまり、企業としてはですね、なかなか景気が良くなった、収益が上がったといっても、ベースアップをどんどんやるとかですね、そういうふうになかなかなりにくい、あるいは価格を引き上げるということに慎重であると。で、他方家計の方もですね、価格の引き上げに対して強い抵抗を示すというような状況が続いてきたということだと思います。ただここもですね、少しずつその状況が変わってきている面もありましてですね、企業の方でもですね、ここまで労働市場がタイトになってきますとですね、単にパートの人の賃金を、まあ、最近 3% ぐらい上げてますけども、それだけでは済まなくて、非正規の人を正規化するとかですね、あるいは正規雇用の 人材を、まあ、今後確保していくといった観点から、まあ、賃上げを容認するという動きも一部に出ているようですし、また価格についてもですね、一部外食とかですね、その他で引き上げの動きも出ている、まあ、他方ではその、通信料とかとかで引き下げの動きもありますので、まあ、いろんな状況があるとは思いますが、少しずつですね、企業の方も賃金や価格の引き上げについても、まあ、一部動きが出てきていることは事実だと思います。で、ご指摘 その労働市場の、まあ、いわば正規と非正規のに大きく分かれているという状況もですね、先ほど申し上げたように、非正規の方は賃金が需給状況を反映してどんどん上がっているのに対して、正規の方はなかなか粘着的で上がっていかないという状況が続いてきているわけですが、そこにもですね、少し動きも出つつあるようですので、まあ、そういったことでいろんな状況が重なって予想物価上昇率がなかなか上がっていかないという状況、あるいは実際の物価が上がったときに予想物価上昇率も追いかけるように上がっていくという、そういう状況はそう簡単に一気に変わるとは思いませんけども、そういったことも含めてですね、少しずつこの変化の兆しは出てきているのかなというふうに思います。それから国際市場の流動性の問題についてはさまざまな指標がありまして、我が方のスタッフに聞いてもらえればですね、いくつかの指標の動きをお示しできると思います。日経新聞の清水と申します。よろしくお願いします。近いタイミングにですね、衆院の解散総選挙を行える流れが今出てきています。まあ、正式に決まった話ではないのでお聞きするのは恐縮ですけども、今お聞きしないと伝えられる適用スケジュールを前提にすると、次の定例の総裁会議の選挙の後になってしまうとお聞きしますけども、この選挙ではアベノミクスの加速というのが一つの焦点になると伝わっていまして、まあ、今の日銀の政策というのは、まあ、アベノミクスの一部をなすとすると、まあ、日銀の政策というのも、まあ、民意が問われる選挙になるのかなと思います。まあ、来週には総裁の人事も控える中で、このタイミングに日銀の政策の是非を、民意の審判を受けるというのは、それなりに相応の意味を持つと思いますが、このタイミングでの、衆院の解散、まあ、総選挙、まあ、総裁からどのように見ておられるのか、まあ、今のタイミングで差し控えない範囲で教えていただければありがとうございます。中央銀行総裁は政治的な話は差し控えることになっておりますので、まあ、総選挙
云々のお話はコメントを差し替えたいと思います。ご承知のように各国ともそうですし、我が国の場合もそうですけれども、日本銀行というのは政府から一定の独立した地位にございまして、政策委員会という合議体の下で政策を議論し決定していくというシステムになっておりますので、選挙で選ばれた議員が主犯を指名してですね、内閣ができて、その下で政策が決定施行されるという、あるいは重要な事項については法律とか予算で国会の承認が必要なわけですけれども、そういうものとは少し離れた状況にあります。逆に言いますと、毎回の政策委員会で政策が議論され決定されていくものが常にですね、国民やあるいは市場から抽出されですね、テストされているというふうに思っております。はい、ロイター高松さんに質問したいんですけど、2点あるんですけれども、ETF についてですね、非常に重要な政策のパーツであるという認識はあるんですけれども、これはあれでしょうか、少しでも減額するとですね、2% に向けたモメンタムは、傷ついてしまうほど大切なものという理解でよろしいんでしょうか、確認だけです。あと2つ目はですね、物価なんですが、足元は生鮮食品相当上がっておりましてですね、庶民感覚ではですね、デフレどころではなくて、かなりインフレ感も出てきているところあるんですが、コアの物価はこういう状況ですけれども、体感物価がこういうふうに上昇している局面というのは、その金融緩和というのは少しこうブレーキをかけた方がいいようにも、庶民的には思うんですが、その辺総裁のご見解をお願いします。ETF につきましてはですね、従来から申し上げているように、リスクプレミアムに働きかけて、株式市場の活発な取引を通じてですね、企業の投資であるとか、その他ですね、経済に対してプラスの影響を及ぼし、それがひいては物価安定目標の達成に貢献するということであると思いますが、もちろん現在の長短金利操作付き量的指摘金融緩和の最も重要な要素はイールドカーブコントロールでありますので、そういったものと全く同じ程度の重要性があるとは申しませんが、しかし日本銀行としてはですね、 2% の物価安定の目標をできるだけ早期に実現するために、現時点では引き続きこの ETF の買い入れというものも必要な措置であるというふうに考えております。2番目の生鮮食品が上昇しているという点は私どもも認識しておりますが、ただ生鮮食品を含んだ総合指数でもですね、相変わらず 0% 台の半ばでありまして、実感としてその云々っていう議論は分かるんですけども、生鮮食品を含めてもですね、依然として 0% 台の半ばだと思います。なお生鮮食品を除くというの指標を特に使っておりますのは、我が国の独自のものだと思いますけれども、これは生鮮食品がその気候によって非常に大きくですね、価格が変動すると。で生鮮食品でないものはですね、輸入ができますのでですね、我が国の気候だけでですね、大きく変動するということは
ないのかもしれませんが、生鮮食品はどうしてもほとんど国内で供給されてますのでですね、天候によって大きく価格変動するっていう傾向がありますので、まあ、それを除いたところで物価の動向を見るということにしておりまして、総合指数ももちろん見ておりますけれども、傾向を見るためにはやはり生鮮食品を除く物価指数で見ていくというのが正しいと思いますし、まあ、エネルギー価格が非常に大きく変動したような際にはですね、このエネルギー価格も除いたところで、まあ、コアコアっていうんでしょうか、そういうものも見ていくっていう必要があるというふうに思っております。東京新聞の厚見と申します。2問お願いいたします。先ほどから、まあ、何度か財政規律のお話が出てるんですけれども、まあ、基本的に政府の責任であるというのは当然そういうことだと思うんですが、どうしても出口の時にですね、まあ、金利が上がってしまうことを避けるためにですね、やめれなくなると、どうしてもそこのところの不安を持つ人が多いと思うんですが、まあ、財政規律の緩みというものが出口戦略に与える影響というところをどう考えていらっしゃるかというのを先に伺いますでしょうか。この点はですね、私どもの出口戦略というのはあくまでもですね、 2% の物価安定目標の達成および維持という観点からしているわけでして、別にその国債の債務負担を小さくするとかですね、そういった観点でやっているわけではありませんので、物価安定目標が達成され維持される状況になれば、当然出口の議論は行われ、出口が実行されていくということになると思います。したがいまして、財政規律が財政自身に与える影響と、それから、まあ、金融市場に与える影響があるというふうに申し上げます。金融市場に与える影響はありうとは思うんですけども、それがあるからといってですね、物価安定目標という日本銀行として最も重要な目標をですね、まあ、英語でいうコンプロマイズするというかですね、そういうことはまあ、ありえないと、それは日本銀行法できちっと書いてある通りでありまして、そういう意味では当方の出口戦略に何かその重大な影響が出てくるというようなことは考えておりませんが、財政規律は財政規律としてですね、非常に重要であるというふうに思っております。感じですが、あと2問ほどでじゃあお願いします。もう一つ、あ、すいません、もう一つよろしいですか。はい、すいません、先ほどちょっと選挙のお話が出たと思うんですけれども、実際アベノミクスが争点の一つになると、そうなると、まあ、金融緩和のことも話題にならざるを得ないというのは、まあ、しょうがないことだと思うんですが、まあ、一般の方にとって、まあ、金融緩和の効果という面ではその総裁から先ほど何度もお話しいただいて分かるところがあると思うんですが、まあ、どうしてもその皆さん不安を持つのは出口の話であって、そのことも含めて総合的に判断をしたいと思うのが、まあ、皆さんの国民の考え方だと思うのでですね、ある種、まあ、出口の時期とかですね、その手法とかそういう市場に影響を与えることを除いてですね、ある種、まあ、大枠でもその出口というのはどういうものであるかというのを国民に働きかけるという意味で総裁のお話いただけないでしょうか。出口の問題につきまして従来から申し上げているのはですね、出口の際に論点になるのは2つでして、1つは拡大したバランスシートをどのようにするかという問題と、政策金利ですね、短期金利をどのように引き上げていくかという、この2つですよね。これは米国の場合でも同じですし、まだ出口のに差し掛かっていませんけれども、ECB にしてもですね、あるいは日銀にしても同じことだと思います。ただ、具体的にですね、それがどのような影響を、例えば日銀の財務に影響するかとかですね、あるいは
金融機関の収益にどう影響するかというようなことはですね、その時の経済物価および金融状況いかんによってさまざまなことがありえますので、具体的なこの形で示すのは難しいと思いますが、ご指摘のようにですね、出口で、何か異常なことが起こるというようなことはないということは十分ご説明していきたいと思っております。はい、フジテレビの松尾です。先ほどの、財政規律の問題でですね、国会政府を決めていくことというような指摘ありましたけれども、最近の風潮を見てますと、やはり教育の無償化も含めてですね、やはりその支出がどんどん拡大していくような話がかなり、出てきているような感じがします。で、一方でその社会保障の見直しなどですね、その削減の方の議論というのはなかなか遅として進まないと、こういう風潮について総裁はどういうふうに今見ていらっしゃいますでしょうか。これは私個人として、聞かれたらいろんなことを申し上げますけども、日本銀行総裁としてですね、その、財政、の在り方とかですね、今も言われたような、社会保障の見直しとかですね、他方での、教育無償の話とかそういうようなことについて、何か中央銀行総裁として何かですね、申し上げるというのはちょっと僭越かなと思いますので、ご指摘の点については、特別なコメントは差し控えたいと思いますが、財政規律が非常に重要だという点は政府国会においても認識されているのではないかというふうに思います。では最後までお願いします。すいません、ありがとうございます。すいません、先ほど来出ている財政規律に関連してですね、共同声明4年以上経ってですね、日銀の物価目標もそうなんですけれども、同時に政府がその持続的な財政構造の確立を推進するという取り組み、ないしは規制緩和も含めてですね、十分じゃないんじゃないかというふうに映るんですけれども、その点は総裁どういうふうにお考えでしょうか。同時に日銀の金融緩和が財政再建を遅らせているとか、あるいは財政規律の緩みをもたらしているという批判もありますが、その点も合わせて総裁の考えでしょうか。共同声明は現在でも生きていると思っております。その上でですね、日本銀行としてできる限りの金融緩和を行ってきましたけれども、総括的検証でも述べられているようないろいろな状況の下でですね、特に石油価格が 70% 以上下落して、実際の物価上昇率が一時 1.5% ぐらいまでいったわけですけれども、それが下落して一時マイナスに落ちるというようなことの中で、物価上昇期待というか予想物価上昇率も、それに引きずられて下落したということで、その影響がかなりあったということは事実だと思います。で、そうしたもとでまだ 2% の物価安定目標が達成されてないということは事実であります。他方政府 の、 その財政についてのコミットメントにつきましてはですね、ご案内のとおり短期的には必要な景気刺激を行いつつですね、中長期的に財政の持続可能性を高めるということでありまして、この点はいろんな経済学者の人に聞かれた方がいいと思いますけれども、かなり政府はその線に沿ってやってきたと思うんですね。財政赤字もずっと減ってきてますし、他方で必要に応じて短期的な景気刺激策も取ってきております。それから成長戦略につきましてもですね、女性の経済の参画であるとか、その他いろんなところでですね、
一定の効果が得られていると思いますが、確かにですね、構造改革とか規制緩和の面でさらにですね、必要な改革が残っていることは事実だと思います。まあ、よく言われる点では労働市場改革と社会保障の改革といったことはまだ必要なものが残っているとは思いますけども、共同声明自体は今でも有効なものであるというふうに思っております。ではどうもありがとうございました。Thank you.